松葉茶、または松の葉茶は、松の棘、すなわち松の頃葉から作られる葉ィである。朝鮮では赤松や油松の葉から作られる茶は、として知られる。一方、朝鮮御用の葉から作られる茶は、やとして知られる。北米では松葉茶は、ストローブ松の葉から作られることがある。日本では、 主に赤松や黒松が使用されるが、赤松の方が葉が柔らかく、風味も良いとされる。東アジアでは、千人の常食とされてきたことから、不老長寿の妙薬とも考えられてきた。松葉茶は、赤松か、油松の信用から作られるハーブティである。松葉は、普通12月頃に収穫される。なるべく正午以前、山中に一市南東を向いて、 日当たりに育った10歳から20歳の木。松葉茶には二通りの作り方がある。一つ目の方法は、以下乾燥させた松葉を使う。収穫した葉をついたちの間水に浸し、それから洗ってすすぎ、鋭い先端を切り落とし、半分かまたは3分に切る。すぐさま使用することもできるが、使う前まで日の当たらない場所で乾かしておいても良い。水 60ml あたり。 乾燥させた松葉10から15グラム、または生の松葉20から30グラムを弱火で煮出す。この茶には修練作用の特性があるので、味を整えるために蜂蜜か砂糖を加える。二つ目の方法は、発酵させた松葉を使って作るものである。収穫した葉は、その鋭い先端を切り落として洗い、それから600ミリリットルの水と100グラムの砂糖で作った砂糖を溶液に入れる。 日の当たる場所で夏なら一週間で発酵する。よく発酵した松葉茶は布でこし、冷茶で提供する。東向きに生える葉を収穫し茶を作る。生の松葉 50g を洗い、水気を切り、300ml の水で煮る。人に立ちしたら、弱火で煎じ、葉を除いて賞味する。ありがとうございます。